続いての挑戦者はこの人です。松代大本営さんでネオオカルトスターの提言、新世代のオカルトは俺が切り開く。今日の私の話はですね、私の話ではございません。神様、宇宙と通じ合って話をしたいと思います。私松代大本営はですね、オカルトをメジャーにしたいとその一心でこちらに立たせていただいております。怖い、暗い、気持ち悪いといったですね、イメージの払拭するべく、今日私が提言する、テーマはこちら、はい、オカルトメジャー化計画フューチャリング神様。アングラサブカルのイメージをですね、まあ、オカルト界の重鎮、神様を使ってですね、神様にお出ましいただいてイメージアップを図ろうというのが今回のテーマでございます。でですね、まあ、これどうしたらいいかという話をしましてですね、神社に行ってちょっといろいろお告げを聞いてまいりましたところですね、まずは一番こうオカルトにですね縁の遠いビジネスから切り込んだらどうやとね、そういうお告げいただきまして、なビジネスに切り込めたらまあやっぱビジネス書出すのがいいんじゃないかというところでですね、神様は上司されました、ビジネス書がございまして、それがこちらでございます。神様のふざけた経営学、よくヤクザに学ぶビジネス論とかあると思うんですけれども、神様とですね、もう明るく楽しくふざけてビジネスするのがこれからいいんじゃないかということでございまして、ね、まあ、例えばですね、まあ、世のサラリーマンの皆様方、大変気にされるのは出世昇進でございます、ね、ただ誰もが出世できるわけない、あぶれてしまったらどうするんだということでございまして、神様その答えをしてございます。はい、こちら、はい、出家昇天コースを設けたらどうかという話でございます。もうこれ出家してしまえばですね、もうお金とか地位とかそういった煩悩はですね、もう消え去って、もうただひたすらに黙々と働いてくれる、ね、で昨今話題の過労死なんていうのもございますけども、過労死もですね、これ昇天コースに乗ってしまえばもうね、これ、万事安泰、人事部も大喜びといったようなですね、非常に安らかなコースでございます。続きましてですね、神様にですね、メディア露出もうちょっと増やしてくれないかというちょっとお願いしたところですね、いや君ね、僕結構映画とかドキュメンタリー出とるよという話がございまして、ただですね、神様ちょっと足りない、もう一歩、もう二歩欲しいっていうお話をしましたところですね、私バラエティ出演の OK いただきまして、その目玉番組となるのがですね、神様ご出演のバラエティこちら、はい、毎年11月放送の出雲だよ全員集合でございます。毎年11月、神奈月にですね、コントあり、歌あり、ヒゲダンスありのですね、一大娯楽番組となっております。でもこうなったらですね、もう日々の健康もよりダイレクトにね、神様にお願いしていこうじゃないかというところでですね、神様と、共同開発しました商品はこちらでございます。はい、青汁ならぬ神汁でございます、ね、この神汁天然榊 100% でございますね。もうあなたの心の健康にダイレクトに効くスーパードリンクね。ここでですね、神汁飲んで30年の長谷川さんにちょっと、お話聞いてみたいと思います。長谷川さん、30年飲み続けましたところ、猫が喋るようになりまして、なんとね、心の健康だけでなくね、猫も喋るようになる、副作用もある、大変スーパードリンクですね。もうこちらね、もちろんイメージキャラクターはあの方ね、柳野坊さんに出ていただいて、清いもう一杯ございます。これからもオカルト、神様と明るく楽しくやっていくのがいいのではないかと思っております。ありがとうございました。松代大本営さん、ありがとうございました。はい、審査員の皆さんに感想を伺っていきたいと思います。まず宇田川さん、はい、いや、もうちょっと勢いがあっていいのかなっていう感じですよね。そうですか。それともう一つはやっぱ神様で出家っていうのもちょっとなんとなく違うかなっていう感じもあって、はい、もう少しこううまく神様なら神様でまとめていただいた方がいいかなっていう感じがしますね。なるほど、絵は非常にお上手でしたね。絵がうまかった。オカルト界で一番うまいんじゃないですか。